はい、2324バタレオンのバタエバーに乗ってきました。見てもらったら分かるんですけど、前とオセロが若干形が違うので、パッと見パウダーボードに見えるんですけど、一応、まあ、モデル名通り何でもできますよって言いたいになるので、まあ、実際僕も乗ってグラトリもできましたし、パークも入れましたし、なんならカービングめちゃめちゃ調子よくて、で地形遊びやっぱり 3D になってるんで、無駄なエッジの引っかかりがないので、まあ、壁でも遊べるっていう、まあ、これ1本あれば、まあ、シーズン始めから終わり、硬いバーン、柔らかいバーン全部いけるかなと思うので、まあ板2本持ちはちょっと金額的にっていう方とか、もう板変えるのめんどくさいって方は、とりあえずこれを持っとけば何でもできるかなと思うので、ぜひ試してみてください。